よいよ最後。奇妙な大会だったけど、今までのところは特に何もなかったな。そういえば午後のやつ結局最後まで見なかったな。まったく、偉そうなこと言ってた割にはどっかで負けちまったのかあいつ。決勝進出おめでとう、セイバーレツク。それでは最後のステージへご案内しよう。他のレーサー諸君もぜひ観戦しに来てくれたまえ。最後のセレモニーにな。ここは一体？ようこそファイナルステージへ。ようこそセイバーレッツ。貴様がボルゾイか。さよう、我が名はボルゾイ。今回は諸君らの参加とても感謝しているぞ。まあそんな怖い顔しないでほしいものだな。君たちレーサーには本当に心の底から感謝しているのだからな。とてもそんな風には見えないけどな。そんなことはないさ。君たちのおかげで研究を進めることができたのだからな。今回の計画は成功だ。研究だと？いかにも。今大会で得たお前たちの走行データは我が研究に大いなる発展をもたらした。究極のマシンを創造する我が研究の名。僕らを実験台に使ったのか？特にここまで残ったセイバーレッツ、君のおかげで今回の研究も最終段階に入ることができた。あとは最後の仕上げを残すのみだよ。礼を言うぞ。それで決勝の相手はどうした？まさかこれで終わりじゃないだろうな。決勝の相手？そうだな。では君には決勝で我が究極のマシンの相手をしてもらって研究の仕上げを終えるとしよう。今大会で最強を誇った君のマシン、バスターソニックを破壊してね。なんだと？最強のマシンはこの世に一台だ。決勝の相手はこの私。最後の仕上げは君のマシンをこの世から消すことで完成だ。ふざけるな！わざわざ人を呼び出しておいてマシンを壊すだと？そんなこと絶対させないからな。その元気がどこまでも持つか。では最終ステージを始めよう。決して君が勝利することのない最後のレース。貴様ごときにソニックを止められると思うだよ。
楽しませてよ。よし、いいぞ、ソニック。ほう、これは意外だったな。当たり前だ。そんな人真似のマシンで僕のソニックに勝てるとでも思ってたのか。まあよい、こんなものは数ある我が研究の一部にしかすぎ。だがこれなら次はもう少し本気でやらねばいけないんだ。優勝おめでとう、セーバーレツ君。そんなことより、早くこんなくだらない茶番を終わらせろ。そうか。あ、仕方がない。今回はこの辺で閉会としよう。だが仕上げを残したままというのも気分が悪いな。ここももう用済みだ。少々計画が狂ってしまったが、ではこの会場もろとも君たちのマシンには消えてもらうとしよう。何？参加レーサー諸君、最後のフィナーレだ。機会があればまた会おう。場所を離れよう。レツ君、来た。え、